どうだどうだどうだ。おお、引く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 。おはようございます、リコー TV です。レインボーブリッジ、このね、大都会東京でね、このもう本当東京港のど真ん中、ここでね、タチウオが釣れるらしいって噂を聞いて来てましたよ。でね、これね、買ったっきり使ってなかったサイドワインダーのシュアジギングモデル、これを使ってね、釣りをしています。レインボーブリッジね、歩いていくとですね、公園があるんだけど、その公園がね、大体ね、夜のね、9時ぐらいまで空いてるね。ほんとね、そんなお手軽なポイントを、電車で来るんだったらね、ゆりかもめの芝浦埠頭駅、ここからね、歩いてこれるところなんで、夕まずめやって夜になってもね、レインボーブリッジの明かりが残るはずだから、結構チャンスタイムはね、長いんじゃないかなと思ってね、来てみましたね。21時まで、21時までやってますよ。じゃあ準備してきますが、9フィートで 40g までしょ、エルサウドね、これね。こう1年に何回かねしかしないかもしれない釣りで、あ、まだタグつけっぱなしだったけどね、え、4万円もする道具は買えないかもしれないっていう時に、ちょっとね、本命のリールが今違う場所にあるんで、ほんとブラックバス用のね、コンプレックス、シマノのコンプレックス 2P の 0.8g、こんな感じ。で、今日はね、このワインドリーダーサキートクロロ、ワイヤーリーダーじゃなくて、この透明のワインド用クロロっていうね、このリーダーで、タチウオの強力な魚ラインを守ってみたいと思います。で、ルアーは忍者リぶっ飛びワイドね、 L サイズ、ちょっと水深があるんで、あと深いところをさっと攻めたいなと思って、忍者リのですね、 L サイズを準備してましたね。ワインド調一発でビシッと真ん中に刺す、これいいですね。よいしょ。で、リーダーにつけて、よ
よし、はい、完成。作業船がね、昼の仕事が終わって帰る時間で、みんな一斉に帰り出してますね。結構この船が通った後にこうすごい引き波とかはスクリューでね、なんぞなってって、こういう瞬間ってこのベイトが上ずったりするからね、これだけ。
指一本サイズ。ねえ。これはね、ちょっと小さいんで逃がしてあげたいと思います。ドラゴンにはまだまだ程遠いサイズ。鉛筆サイズ。タックルはね、サイドワインダーのショアジギングモデル、シマノのコンプレックス でこういう感じのジグパラワインドスリム、ね、これもうね開けてね、ワイヤーリーダーまでついてるからセットしてピョン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 、グググ。じゃあ引き続き狙ってみます。おお冷たいよ。ああ明るいとこだからもしかしてと思って来てみたけどねえちょっとね小さかったけど、でもね東京港でカマス、シーバス、クロダイ、ヒラメ、カサゴ、メバル、まあいろいろ釣れるけど、この一番ワンオクのエリアでねタチウオをおかっぱりから釣ったのは初めて。来てみた甲斐があったよ。じゃあね引き続き、サイドワインダーでねしゃくってね、あれがいるんだったらどうだろうね、え群れでいるかもしれないからね、ちょっと狙ってみますよ。正直今年ね離島の遠征とか予定してなかったから、これね買ったはいいけどサイドワインダーのショアジギモデルは使わないかなと思ったんだけど、タチウオのねこのワインドの釣りで少し重めのやつを遠くに飛ばしてしっかりしゃくるってなると、ちょっと俺の手持ちのシーバスロットだとあの柔らかすぎんのかなって、まあでっかいね指4本とか来たらねちょっと大変だな抜き上げんのとか思って、あそうだそうだこれ買ってたんだと思ってね塩味ギロッと持ってきたところ大正解、しゃくりやすいしねえ、まあちっちゃいのがね今1匹釣れただけだから何も偉そうなこと言えないんだけど、まあでもねえ結構使いやすいっすよ。無理なくねスパーンって振り抜けるからちょっと重めのね、あ 30g 手前とか、あとは2分の1オンスとかもしっかりと投げてしっかりとねしゃくれるから、かといってあの竿先が柔らかすぎないからすごいなんかしゃくりやすいって、おレストランシップシンフォニー出航、シンフォニーを見ながらタチウオしゃくり、不思議、いってらっしゃい。シンフォニーはねほんとねご飯も美味しいしね、あと内装も絢爛豪華なんで東京に来た時はおすすめのレストランシップですよ。いってらっしゃい。そして超巨大タグボートもシフトねえ、まあまあ東京の一番奥だからね忙しい港ですよ。でっかいコンテナ船とかもいっぱい行ったり来たりするし、屋形船は今見える範囲で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ねえこんな中で釣れちゃうんだから面白いよね。いやタチウオワインドね、ちょうどね今ねブラックバスも季節の変わり目でちょっとねハイシーズンから冬のシーズンに移り変わっていくところだから、そういう時にこういう海のねターゲット狙ってみたりってのも本当面白いですよ。まあ、もちろんねシーバスとかはやってるんだけど、あのそれ以外もねルアーで狙えるターゲットがいたらいろいろと
試してみております。ここが20カウントぐらいでね、今のルアーでそこに着くから10カウントぐらい中層でね、今しゃくってみてます。平井丸、品川の屋形船の名店平井丸が出港して、で東京で最大サイズの、ね、レストランシップシンフォニーモデルナ号も出港してきます。お、サイズ2匹目、いやー、はーい、サイドワインダーで2匹目、鉛筆サイズ、まあデローンとね、まあでもレインボーブリッジの真下でね、2匹釣れたなんて面白いよね。ルアーは引き続き、ジグパラのでアシストフックにかかってるね。はい、こんな綺麗な魚が釣れますよ。じゃあ逃がしてあげます。タックルはね、サイドワインダーのショアジギングモデルに、シマノのコンプレックスのセットで、はい、thank you.
られたか。お、食ってる食ってる。バンティアン2カゴに来ましたよ。どうだ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 。ナイス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 。行くか。うわバレた。うおでかかった。ナイスサイズだったな。いやでかタチウオバラしましたよ。楽しい。長っぽい魚だからね、タモ入れてどうっていうことでもないだろうから、ちょっといいサイズだったよ今。あーボートだったらな、なんとかエイヤーでいけるんだけど、ちょっと岸壁までの高さがあるからかかりどころがね良くないと、まあなんとも。でもね、いるよいるよ、潮が動き出してなんか杭が立ってきたかもしれない。ちょっとね手が震えてます。すげえいい引きで、いやもうあれ釣り上げたらもうそのまんま即帰りだったな。家で速攻塩焼きね、もう晩酌タイムに突入だったのに、ここぞってのをバラしました。まあまあまだ塩はねしばらく動くからね。結構ね塩味ギモデルもねギュインギュインに曲げてくれたよ。バンティアンが帰ってくる時間ですが、いいとこかかってっかな。よいしょよいしょ。帰りして食べたいと思います。よし、いいサイズ、ユッピカでしょう。
い太刀を持ってきましたよ。家で実測ジグパラ。いやーいやー、このプロセンターいった。微妙にこれね、ほらこのね先端までピヨっていったら、おお、入りきんない。これ胃袋の中ね、ちょっと何入ってるかね見ていきたいと思いますけど、まあちょっとその前に、まだね今さっきまで生きてたから新鮮も新鮮。何食ってんだろうな、ちょっと。あー、おお、おお、見てください、アジ、でっかいアジ食ってましたよ。あとはこれか、こうなって、うお、こんなねでっかい餌食ってんだね。いやー、美味しそうなアジたらふく食ってましたよ。アジ、ね、
はい、お疲れ様です。はい、というわけでお疲れ様でした。東京でね、あのタチウオが釣れ盛ってるっていうことで、一回ね釣ってみたいなと思ってね、チャレンジしてみたんですけども、ギリギリ100センチってことでね、メーターのタチウオが東京からおかっぱりで狙えるなんてね、ちょっと記憶にはないんで、これはぜひ持ってやってみないとなっていうことで、あの忘れないうちにね、今回使ったタックルについてなんですけども、まずね、ロッドはこれ、こういう感じのね、デプスのウェーブメンバーズ限定で買えるですね、サイドワインダーのショアジギングモデルっていうことで、まあ岸からね、軽めのジグを投げて、で美味しいターゲットを狙っちゃおうっていうね、ショアジギングですけども、そのための竿で、9フィートあってですね、 10g から 40g まで投げれるよっていうね、こういうパワーの竿なんですね。でこれに、シマノの、コンプレックスね、ハイギアのリールで、でまあドラッグの調整とかがね、すごいしやすい、モデルなんですけども、これに PE ラインのこれがね、完全シーバスの 0.85、 ちょっとね遠くに飛ばしたいんで細めの PE ラインが入っているね、そういったセッティングになってまして、でタチウオ独特なのが、はい、こんな感じでね、先糸のリーダーを用意してみましたよ。タチウオコーナーに売っていたんですけども、透明のですね、こういった透明の、リーダーね、ワイヤーリーダー使うのが一般的ですけども、あ、このね、あのフロロカーボンみたいなこんな感じのリーダーどうなんだろうって思って、でこういう感じでこのね輪っかになってるところに、リーダーを結んでいまして、だからメインラインの PE ラインからこのね25ポンドのリーダーにまずオルブライトノットで結んで、でさらに先端このちょこっとだけこの先糸フロロのねリーダーに、ここはねユニノットで結んでおります。何にしてもね歯が鋭い魚だから、こういったねリーダーをねしっかり組むことによって、ルアーだけ持っていかれちゃうことがないように、まあこれだけやってもね、切れる時はあるからね、まあそういった時はねより切れないワイヤーリーダーとかね、いろいろあるんですけども、まあね、いろんな釣り具が売っている釣り具屋さんに行けば絶対ねタチウオコーナーっていうのねあるから、まあそこでね、いろいろと自分に合ったねリーダーとか、ラインとかね、あとルアーとか準備していけばいいんじゃないかななんていうふうに思います。ほんとね、釣り行く前にねチラッとね上州屋によって、あ、これとこれとこれとこれみたいな感じで買っていったら、結構ね、釣れちゃいましたよっていうことで、でねルアーがですねこれね、あーこれね全部オールインワンに入っていて、なんか使いやすそうだなっていうことに、 14g って書いてありますけども、メジャークラフトのジグパラワインドスリムのスターターキットっていうことで、まあこれの中にねいろいろタチウオルアーで狙うためのいろいろなエッセンスが詰め込まれていて、このねワインドのヘッドのジグヘッドに、こうピンテールのねワインド専用のワームが1本と、アシストフックもついてるんですよね。でリーダーもついていて、これワイヤーリーダーです。そんでもってこっちはねシャッドテールね、お尻がプリプリ動くシャッドテール、これがね、入っていて、でこの後ろの方に、蓄光素材のねこのボディの中に、埋め込むですねスプラッシュボンバーっていうね、まあ要はまあなんていうかな、ケミホタルみたいなね、こういったものが付属していて、で価格がですね740円、まあねこれだけ買って、俺はねリーダー別にね透明のやつ買っていったんですけども、この中にねワイヤーリーダーもあるから、だから、まあ、メインラインとその先につける、まあシーバスとかで使うような25ポンドとかそういったリーダー、これだけこのね感じだけ持っていけば、まずねこれがあればねトライできちゃう。メジャークラフトすごい便利なもの出てるなぁなんていう風に。で、釣り場で結構便利だったのが、今回ねちょいちょい使ってるんですけども、こういったね蓄光用のねライトですね。自分はねこれランタンなんで、基本的にディーパーのパワーランタンっていうやつなんですけども、準備する時はこんな感じで、
光らしておいて、そんで蓄光するときはこう光をね絞り込むことができるので、これでガーッとね蓄光させて蓄光させてっていうと、まあね強力なんで、こういう感じで明るい中でもなんか夜光塗料が光り出してるの分かりますでしょうか。これね、夜の釣り場でやるとね本当にあー光ってるっていうね、このねえげつないぐらいのグローな感じがですね、またいいんじゃないかななんて思って使っていて、非常に気持ちいいセットだったんですけども、というわけでねこんな感じね、こんな感じで、まあこのねライトは本当ヘッドライト強力なものとか、あとはね蓄光用のピカッて光ってね一気に蓄光させるためのねライトなんかもありますので、お好みでっていう感じで、で竿に関してはですね、これあのショアジギングロッドっていうことで、それは重いんじゃないのなんて思うんですけど、確かにね、まあちょっとね手はね、張りましたけども、まあちょっと疲れちゃいましたけども、ただね最終的にまあ鉛筆サイズはねピョーンって上がってきたんですけども、あの最後ね1メーターぐらいの大きな太刀魚がかかった時ね、あれを結構岸釣りなんで、そのちょっとした堤防からえいやーって抜き上げなきゃいけない、そんな時にねこいつのねパワーがすごいね安心感がありました。でまあこの感じの割にはね、で値段もすごい安い竿なんですけども、軽いので1日ね脇にこのグリップエンド挟んでヒャッヒャッヒャッってねしゃくっていたら、非常にね楽ちんに、釣ることができたなっていうね、最後ねまああれより大きな魚とかかかったら、まあこれでもねちょっと抜き上げるときヒヤッとするんじゃないかなっていう印象あったので、まさかねまあ東京のど真ん中、まあレインボーブリッジの真下でまあせいぜい釣れてもなんだろうな6、70センチぐらいまでかなとかね、勝手に想像していたんですけども、案外ねその前にバラしたやつなんかも、その最後に釣り上げたやつよりも体感としては重かったので、下手したらねドラゴンサイズなんかもね場合によっては狙えるんじゃないかなっていうね。で非常にねまあ餌が節眼していて、夕方から入ったらおかっぱりの人なんかとねお話ししながらね、まあ餌釣りの人とかサビキ釣りの人いたんで、釣り場の様子見ていたんですけども、結構ねアジがいっぱい釣れていたりね、あとイワシも混じっていたりっていうことで、この餌がワンオクにねまだね定位してる間はタチウオもね一緒にいてくれるんじゃないかななんて感じたので、引き続きね、ちょっといろいろなタックル、今回はね、初回だったんでこういう感じのね、タックルで、まあ、ショアジギングモデルの竿に軽めのね比較的普段これねブラックバスで使ってるリール、それに細い B ラインで、でこういう 14g のルアーを、しゃくり続けるね、こういうスタンバイで、うまいことね趣味よく釣ることができました。でね食べても見たんですけども非常にねあの美味しかったです。刺身もね全然臭くもなくですね、塩焼きもね、美味しくてペロッとねあの結構いっぱい作っちゃったかなと思ったら食べ終わっちゃったんですけどねすぐにというわけで、まあ、こんな感じの、タックルねで試してみております。まあ何にしてもねこれちょっとねもうね今年ねあのおかっぱりで使う、まあ12月にもねなってきてますからね、ちょっと使うタイミングもないんじゃないかなと思ったらね、あのショアジギングモデルね活躍してくれたんで、ああ改めてね買っといてよかったでね、釣り場で使っていてもね、こんな感じでサイドワインダーってね、上がるロゴが入っているので、非常にね軽快にね楽しくね釣りを進めることができましたよということで、まあねちょっと今回ねあの釣り場に入ってからね最後料理までなんで結構長い動画になってしまったんですけども、こんな感じのねタックルでねあのタチウオねもっとね狙いやすいよとかねいろいろ、まだね始めたばっかなんでよく分かってないので、何かねあのいい情報があれば、コメント欄の方にお願いいたします。またあのなかなかあのポイントでメーターのタチウオ良かったねっていう方はねぜひねグッドボタンの方も、よろしくお願いいたします。まだまだね引き続きね年末までいろいろとね狙える魚ガンガン狙っていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り講 TV は東京のど真ん中ですね、レインボーブリッジの真下おかっぱりでタチウオを狙ってみたところ、なかなか
かなかいい釣りができましたって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。